パチランメンバーの皆様こんにちは。毎週木曜日はスパーク系と覆面二郎さんで日替わりラジオをお届けします。では覆面二郎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、新台がたくさん出ましたね。そうですね、はい、データはもう見ましたか？見させてもらいました。お、どうでしたか？何かこう特徴とか感じるところありますか？ですね、まず一番大事というか思ったのが、はい、新海ですね。新海、はい、スマパチの新海が出ましたね、はい、そうですね、意外と、はい、まあ、期待してないとか、そういう声もあったと思うんですが、はいはい、めちゃくちゃ甘く出てます。あ、そうなんですね。まあ、ホールが割と回してるっていうところもあるんですけど、赤字ですね、全国的に見たら。あ、そうなんですね、はい、それがスペック的にはどうなんですか？はい、スペック的に甘いってところもあるんですか？スペック的にも甘いですし、ホールも一応その海ファンに向けてなのか甘く使ってるっていう感じですね、はい、なるほど、まあ、やっぱ海シリーズですし、しかもやっぱり人気をちゃんとこうキープしたいスマパチっていうのもあるんですかね。そうですね、まあ、やっぱスマパチであり海でありだからこそ甘く使わなきゃいけないっていうところも影響してるんですかね。だと思います。まあ、あと特にその結構あんまり導入してないホールと、まあ、ちゃんと20代30代入れてるホールとっていうふうに大きく分かれているのが特徴で、やっぱその大量に導入した店はちゃんと海を甘く使おうっていう意思で導入してるのかなっていうのが、なのでこういう甘い数字になってるのか。なるほど。でもそれはまたいい情報ですね。やっぱ大量導入してるお店の方がちゃんと丁寧に扱っているってことですね、はい、そうですね。あ、じゃあもう、じゃあスマパチのこの仕組みを打ちたいんであれば大量導入してるお店をに行くべきだと。そうです。そういうことになるわけですね。数字的には本当にここ最近の診断の中では、群を抜いて甘い数字になってるので。あら、まあそんなにですか。これはちょっと、はい、そんな話聞くとテンション上がりますね。これは旬のうちに、はい、打ってもらえれば。これは本当にまさに旬のうちですね。